岡崎事業所東方ガス株式会社は、愛知県名古屋市厚田区桜田町に本社を置くガス会社である。東京ガス、大阪ガス、西武ガスホールディングスと共に、日本市大都市ガスの一つに数えられる。名古屋経済界の有力企業、五石家の一社に挙げられる。営業エリアは、愛知県、岐阜県、三重県の三県で、五十市二十五町一村に及ぶ。 1922年、関西電機が九州電灯鉄道と合併し、東方電力と解消されると、それまで営んでいたガス事業部門を独立させ、名古屋ガス株式会社を買収した上で、ガス事業専業の会社として設立された。2003年4月に関連会社の合同ガス、岐阜ガス、岡崎ガス各社を合併し、エリアを大幅に拡大した。過去のキャッチフレーズは、 下記の通りである。2011年からは料理研究家の栗原春美を起用した栗原さんちはガスのご飯シリーズが放映されている。なお同じ CM が大阪ガスや四国ガス、西武ガスなどでも社名を差し替えて放映されている。過去にはイメージキャラクターとして鳥居香織、吉川十和子、龍子、中村正俊、祐介サンタマリアなどが出演していた。 静岡県浜松市については、サーライナ G エリアとなるため、豊橋中継局を通じて、CM も見ることもできる。ありがとうございます。